どうも、占い芸人の増方一馬です。僕はお笑い芸人をやりながら、まあ占いなんかもやらせていただいてるんですけども、もちろん自分で占いに行くのもまあ大好きなんですね。で、コロナになる前は結構全国のネットにも載ってない占い師さんのところをこう自分で旅をして占ってもらうっていうことをしていたんですけども、まあ今回ちょっとお話ししたいのが、まあその中でも、結構不思議だなって思ったとある占い師さんのお話なんですね。この方が青森の神様っていうふうに呼ばれている方で、美容室を営みながら、まあ趣味で占いをやったりとか、なんか、この困ってる人を助けたりしていったら、地元で有名になっていったっていうことなんで、で、その口コミで、僕なんかちょっとある方に紹介していただいて、行ってみたんですね。で、その僕を紹介してくれた方っていうのがそこに、行った時に、ちょっとまあ体調が悪くて、病院に行ってもなんかあんまり芳しくなかったから、ちょっと見てもらおうと思って、その方に相談したらしいんですよ。で、すいません。ちょっと体調が悪いんですけどっていうことをこう話してるのに、その占い師さんがね、その方の方を見ないで、全然別方向を見て、あ、ちょ、うるさいうるさい。ちょ、うるさい。ちょ、静かにして。ちょ、うるさい。聞こえないから。聞こえないからちょっと静かにして。ずっと言うらしいんですよ。で、その僕を紹介してくれた女性もびっくりして、何ですか？どうしたんですか？みたいなふうにちょっと聞いたら、あなたの亡くなったおじいさんがもうずっと話しかけてきて、あなたの声がもう聞こえないから、ちょっと静かにしてって言ってるのって言うんですよ。で、それが、びっくりしたのが、本当にその方のおじいさんっていうのが1ヶ月くらい前に亡くなってるらしいんですよ、直近で。それをもちろんその方にも言ってなかったのに、急に死んだおじいさんがずっとこっちに喋りかけてくるって言うから、その人びっくりしたらしいんですよ。え？ちなみに、なんて言って話しかけてくるんですかってその方聞いたら、もうとにかく写真を捨てろ、写真を捨てろってずっと言ってるって言うんですよ。写真を捨てろってどういうことですかって聞いたら、もうなんか会話してるらしいんですよ。うん、うん、はい。あ、なるほどね。はい、はい。あなたの家、こう、こう、こうで、こういう間取りでしょ。いうふうに。合ってるっつ。何にも言ってないのに。もう、寸分の狂いもなく、そういう間取りです。で、玄関入ってこういうところにこういう部屋がありますよねっていうふうに言って、あります。で、そこの、こっち側のタンスに家族のアルバムが入ってるでしょっていう。多分あります。で、そのアルバムの、上から何段目かのところに赤い背表紙のアルバムがあるよねっていうふうにそのね、占い師の方が言ったんです。わかんないですと。もう、そんなアルバムのね、色まで覚えてないです。でも多分それなのよとおじいさんが言ってるからね、その占い師の女性の方が言うんです。で、その、赤いアルバムの、何ページ目かの上から何枚目かの写真を捨てろっていう風に言ってるから、今度実家に戻ったらそれを捨ててねっていう風に言われた。で、まあ、実家に帰って、で、その部屋に行って、まあ、そのタンスがあるんですよ。で、タンスの言われた引き出しを開けたら、そこに、まあ、家族のアルバムがあるんですよ。その言われた何段目っていうところに、本当に赤い背表紙のアルバムがあったんですよ。これだって。で、それをこう開いて、言われた指定されたページの指定されたところの写真を見たら、その、方の七五三の時の子供の時の写真なんですけど、その千歳飴を持ってる手に娘の手がこう絡みついてたんですよ。なんだこれって。昔見た時は、こんな写真じゃなかったのって。確かに。で、それをおじいさんがずっと捨てろ捨てろって言ってた。多分だからね、死ぬ間際になんかそれが見えてて、それを伝え損ねたままね、天国に行っちゃったんで、それが心残りでずっと捨てろ捨てろって言ってたんじゃないかって、その方は思って、まあそれを捨てて供養をして、そしたらまあ体調良くなったみたいなことがあって、それを聞いて僕は言ったんで結構ね、わー何見てもらえるのかなって思ったんですよ。で、当たる占い師の方っていうのはやっぱりね、あんまお金をね、多額のお金を取らないっていうのも結構聞くんですよね。で、その方も、まあ、基本的にそんなに、もうお気持ちでみたいな感じらしいんですよ。で、その写真をね、捨てろって言われた方っていうのが、まあ、1時間ぐらい見て、まあ、5000円ぐらいだったよっていうふうに言ってきたから、まあ、1時間5000円だったら、まあ、ギリ、まあ、まあ、いけるなと思ったんで、まあ、見てもらったんですよ。で、事前にアポイントメント取って、そこに行って、で、見てもらったんですよ。なんかね、こういう、神主さんがシャンシャンってやる棒を持ってて、で、まずは、みたいな感じで、こうやってビーって僕の体をね、こういう風に、なんかこう、それで、
チェックするんですよ。そんで、あ、はい、あなた昔肺炎やりましたね。で、今腰悪いですねっていう風になんか分かったんですよ。で、昔僕確かに肺炎やって今腰悪いんですよ。で、それ見抜かれたんですよ。その、空港の金属探知機みたいな感じなんだ、あの棒ってって思ったらします。あれね、我々触ったことないから知らないけど、そういう感じで使えるんだ、みたいな。それがまずすごいなって思って。で、じゃあ今からちょっとその神様を降ろすんです。その方はなんかね、自分でこう見るっていうよりも、そのおじいちゃんの霊と話してるみたいな感じで、その霊を降ろして、それで喋って、そっからアドバイスをもらうっていう形だったんです。で、太鼓を叩いて、どん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 っていう風に神様を降ろすんです。で、なんか僕のね、神様から見た僕っていうのをちょっと聞いて、それを僕に伝えてもらったんですけど、あなた、めちゃくちゃ怒りっぽいでしょ、短気でしょって言われるんですよ。僕、そうなんですよ。実は、喧嘩とか超弱いし、ヤンキーでも何でもないですけど、すーごい切れやすいんですよ、短期で。嫌なんですよ。直したいんですけど、なんでなんだろうって自分でもわかんなかったんですけど、それは、あなたの亡くなった父方のおじいちゃんが、お稲荷さんをちゃんと供養しなかったからだっていうふうに言われたんですよ。それが、まあ、巡り巡ってあなたに、まあ、狐がついちゃってる状態だからっていうふうに言われて。で、それ、後々になってね、これ後日談なんですけど、まあ、おじいちゃんっていうのが商売やってた方なんで、昔商売やってた家っていうのは、お稲荷さん祀ってあるんで、まあ、あったんですよ。で、それ僕はもう当然知らなくて。で、おじいちゃん亡くなった後に家を更地にした時に、そのお稲荷さんごと潰しちゃって、よくわかんないことになっちゃったって言うんですよ。それの供養ができてないっていうのを、僕はその後に、次の日、家に帰って、実家の親に聞いてようやく知る情報なんですよ。それを、その人は何も言わずに知ってたんですよ。で、その時はまあピントも来ないんですけど、あ、わかりましたと言って、後々びっくりするんですけどね。で、どうしたらいいですかって言ったら、お母さんに聞いたらすぐに答えが返ってくるから、お母さんに聞きなさいって言われたんですよ。父方のおじいちゃんのお稲荷さんの話をお母さんに聞くんですか？それはなんかおかしくないですかっていうふうに言ったら、もうそれでいいから、とりあえずお母さんに聞きなさいって。神様が言ってるからっていうふうに言うんですよ。腑に落ちないなって思って。で、後日、まあ、母親にそれ聞いたら、うちのお母さんってのは、ずっとね、葬儀屋さんで働いてる人なんですよ。で、葬儀屋さんって、まぁちょっといろいろ霊現象とかあって、なんかこう肩重いなみたいなところがあったから、そこの人たちが、そういう時にこの神社に行くっていう神社があるんですよ。で、そこが、なんと、豊川稲荷っていう場所で、狐を取ってくれるお稲荷さんなんですよ。それを、だから家に帰ってお母さんに聞いたら、すぐにその答え返ってきたんですよ。で、やっぱそこまで見通してたんだ。多分、父方のことだからっつって、父親に聞いたら、そんな答え返ってこなかったはずなんですよ。だから、父方の、その、おじいちゃんの、お稲荷さんの話を母方にするで合ってたんですよ。それもその時はピンとこなかったけど、全部後日、それが、後々になって全部分かった。それを見通してたんですよね。その方と、その方が降ろした神様が。めちゃくちゃすごいなって思って。で、その方っていうのがやっぱり苦労をされてそういう能力を身につけたっていうことなんで、僕結構話し込んじゃったんですよ。その時、今よりも全然仕事のない時だったから、僕この先売れるにはどうしたらいいですか、こうこうこういう風にするといいよみたいな話をいっぱいアドバイスもらってて、気がついたら3時間ぐらい経ってたんですよ。で、僕やべえなって思ったんですよ。これお金いくら払わなきゃいけないんだろう。まあ、要は、いいねですよね。で、そこっていうのが、青森の結構な、まあまあ田舎の方にあって、もう周りコンビニもない、ATM もなくて、僕手持ちのお金もそんなに持ってこなかったんですよね、現金で。要はその1時間5000円っていうのを聞いてたから、まさか3時間も話し込むなんて分かんなかった、思わなかったから。で、恐る恐る聞いたんですよ。すいません。今回おいくらになりますかって言ったら、その方もちょっと気まずそうに、そうだよね、3時間もやっちゃったからねっていう風に言って、うわこれどうしよう、どういう風に言い訳しよう、どうやってお金工面しようって思ったら、その方3時間もやっちゃったから、3500円でって言ったんですよ。安っ、時給1000円ちょい。なんかその方曰く、このぐらいのことはたやすいから、まあ、そんな取れないみたいな。にしても3時間3000円なんだ。俺だから、そこ美容室もやってるから、髪の毛切ってもらえばよかったなと思ったんですよ。3時間喋って3000円だったら、髪の毛も多分、1500円ぐらいでやってくれるんじゃないかな、みたいな。
で、美容師さんが専門だから、みたいな感じの不思議な体験でした。まあ、全国にはいろんな能力を持った占い師さんがいるし、で、結構その趣味とかね、お金をそんな取らない人の方が当たるんだなっていうのを体験したというお話でした。ありがとうございました。